動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、実はあなたにガチで恋をしている人の本音やあなたへの思い、そして今後の展望についてというテーマで、今回はですね、2部構成の後編の動画になります。前編の動画はですね、昨日アップしておりますので、ぜひね、そちらを見てから、今回の動画をね、見ていただけるとより良いかなと思うんですけれども、前回の前編の動画ではですね、あなたに恋をしている人の、いわば人物像の部分ですね、性格であったり特徴、そして、年齢、生年月日、イニシャルなどをですね、見させていただきました。今回はその方の、内側の部分ですね、あなたに対しての本音であったり、あなたに対しての思い、そしてあなたとの今後をですね、どのように思い描いているか、展望をですね、見ていきたいと思いますので、2本合わせてですね、ご覧いただけたらなと思います。はい。で、今回もですね、3択リーディングで、やっていこうと思うんですが、まずはじめにですね、こちらのシンキングボールの音色から始めていきたいと思います。シンキングボールの音色には、ネガティブなエネルギーや心の壁を取り除く、魂をね、浄化する作用がありますので、ぜひですね、皆さんもリーディングに入る前にですね、リラックスした状態で、お聞きいただければなと思います。はい。それでは、目をつむっていただいたりですね、呼吸を整えていただいてですね、リラックスした状態をお作りいただいて、早速ですね、シンキングボールの音色をお聞きいただければと思います。では、参りたいと思います。ではですね、早速リーディングに入っていきます。選択肢、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードはですね、こちらのコアラのスピリットのカードになっております。カードが持つメッセージについては、各選択肢の動画の中でお伝えしていこうと思います。はい、こちらが A になります。はい。続きまして B ですね。B はこちらの馬、ですね、ホースのスピリットのカードになっております。はい。こちらが B になります。はい。そして最後 C ですね。C はこちらのスワン、白鳥のスピリットのカードになっております。はい。こちらが C になります。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それでは、どうぞ。はい。カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい。それではですね、まずはじめにこちらですね、コアラのスピリットのカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、実はあなたに恋をしている人の本音であったり、あなたへの思い、そして今後の展望についてということで、二部構成の後編の動画になっております。今回はあなたに恋をしている人の、内なる部分をですね、見ていくということなので、まずはじめにですね、お相手の方の現状とあなたに対する本音を見ていきたいと思います。そして、次にですね、あなたに対する思いがどういったものなのか、どれぐらいのものなのかっていうのを見ていきます。そして最後は、お相手の方があなたとの今後をどういうふうに描いているのか、今後の展望について見ていきたいと思います。はい。では、まずはじめにですね、お相手の方の現状と、あなたに対する本音からね、見ていきたいと思います。
ではですね、早速見ていきます。上の3枚のカードがお相手の方の現状を表すカード、そして下の3枚のカードがあなたに対する本音を表すカードになります。はい、ではね、早速オープンしていきます。はい、ではですね、早速見ていきます。まずね、現状といたしましては、まあ、後ほどね、詳しくお伝えしていくんですけれども、今ね、お相手の方、あらゆる感情をこう沈めてね、冷静に対処しなくてはいけない、そういったね、状況を表すカードが出ています。で、あなたに対するね、本音のところではこのラバーズというカードが出ているので、まあ、これはね、まあ、本当にこう、まあ、本気さとかですね、真剣度を表すカードですね。やっぱりあなたとは恋人になりたいとか、恋を結ばれていきたいというかですね、そういったお気持ちを表すカードがある一方で、ここですね、タワーというカードが逆位置になっている。まあ、これはね、混乱とか戸惑いっていうことを表すカードなので、まあ、現状を踏まえると本当に恋人になれるのかなっていう、まあ、心配をね、抱いていらっしゃるっていうのが、まあ、本音に出てきてはいるのかなと思いますので、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まずは上のカードから見ていきます。お相手の方が、置かれている今の現状を表すカードです。まずはこちらからなんですが、まあ、これがね、すべて起点になってくるのかなと思うんですが、女教皇、女教皇というカードになっています。まあ、カード全体がですね、青色になっているということから、冷静さとかをね、表すカードなんですけれども、まあ、冷静で客観的というね、意味のカードであったり、冷静な対処っていうことを表すカードになっています。まあ、冒頭ではいろんな感情を、まあ、抑えながらと言いますかね、沈めながら冷静に対処していかなくてはいけない、そういったね、状況にあるっていうふうにお伝えした通り、まさにそうなんですね。焦りであったり、不安であったり、そしてあなたへの愛情であったりね、まあ、これ本当にいろんな感情が今お相手の方の中では本当はね、もっともっとこう湧き起こってくる。まあ、あなたへの愛情に関してはまあ湧き上がらせていきたいものなんだけれども、それもこう沈めなきゃいけないし、焦りとか不安っていうのがどんどんね、こうね、自分の中でふつふつとなってくるの、これも抑えなきゃいけない。とにかくね、冷静さを失ってしまうと、どん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 ね、事態の悪化を招いてしまったりだとか、まあ、ドツボにはまっていってしまうっていうところがあるので、冷静に今は対処しなくてはいけない。だからこう自分の気持ちね、流行る気持ちや湧き上がる気持ちですね、乱れそうな気持ちをこう沈めて冷静に対処しようとしている、そういったカードになっています。で、次ですね、こちらのカードを見ていくんですが、ペンタクルの2というカードが逆位置になります。このカードはもともと正位置の時に変化変容という意味を持つカードで、まあ、自分の、まあ、思っているような望みの変化を起こせるというようなカードになるんですが、逆位置になるとね、その変化を起こせないという意味のカードであったり、変化を求めて失敗するっていう意味のカードで、自分の、まあ、思っているような変化を起こそうとすると、まあ、今は失敗してしまうということですね。例えば、あなたと恋人になりたいというカードは後ほどね、見ていくんですけども、恋人になろうとして二人の関係を、今、関係をこう変化させようとするっていうのは、ちょっとこう危険だと。ね、その危険っていうのは、実りある恋というよりかはね、なんかすぐにこう終わってしまいそうな恋になりかねないから、そういった意味で失敗するとか危険を感じていて、なかなかこう変化を起こせないというカードであったり、変化を起こそうとする選択そのものがリスクの高い選択だっていうふうに顔を感じていらっしゃっていて、なかなかそれを選び取れない。っていうね、カードになっています。だから、あなたとの関係を変化させたい、恋を進めていきたいという感情も今抑えなくてはいけないぐらい、ちょっとね、次のカードで見ていくんですけども、まあ、苦しい状況ではいらっしゃるのかな、というのがですね、出ております。で、次、ここですね。はい。こちらのカードはカップの10というカードが逆位置になっています。本来このカードに関しましては幸福、幸せということを表すカードになっておりまして、特にまあこう正位置をね、見ていただきますと、まあ二人のカップルだけじゃなく、まあ真ん中にね、子供もいますけれども、これはね、愛する人との幸せな暮らし、関係を築くっていう意味のカードなんですね。だけれども、まだそれをこう築けなかったり、手にするところまでにたどり着けていないっていうカードになっていて、逆位置になりますと、過剰なストレスを受けているっていうことであったり、フラストレーション、これイライラ
することですね、であったり、あとはですね、逃避したい気持ち、もう現状がね辛すぎても逃げ出したいっていうね気持ちにもなってきているっていうカードなんだけれども、その逃げたいという気持ちも沈めて逃げずにね苦しい状況に今立ち向かっていらっしゃる。ストレスをすごく受ける状況なんだけれども、そこに逃げてしまうとあなたとの恋もつかめなくなってしまうから、逃げずにまあちょっとねこう耐えながら挑んでいらっしゃるというようなですね、そういったカードになっています。あとは、閉塞的な状況であったり、対人関係のトラブルということで、あなたではないところの人間関係で、ちょっとこう、ストレスを受けていらっしゃるということですね。例えば、職場であったり、ご家族であったり、もしかしたら兄弟というね、兄弟姉妹ということかもしれません。あるいは親族ですね、であったりだとか、ご友人の方とちょっと揉めているとかね、ビジネスパートナーの方と揉めているとかね、会社の上司部下の方と揉めているとかね、なんかこう、あなた以外のところですごく、ストレスを受けていて、そこでもね、怒りとか、不安とかね、いろんな感情が湧き起こってくるんだけれども、それを沈めて冷静に対処しなくてはいけないというような、そういうですね、状況に今置かれていらっしゃるのかなと、いうことが出ております。はい。でですね、次に下のカードに移っていきます、お相手の方の本音をですね表すカードの中にこちらですね、ラバーズというカードが出ております。恋人たちというカードになっていて、恋愛に関してはすごく強いメッセージを持つカードになっています。やはり今本音としてもあなたとは恋人になりたい、恋をしているっていうことなのでね、恋を実らせていきたいとか、恋人になりたいとか、恋を発展させていきたい、その思いは嘘偽りなく、心の中で抱いていらっしゃるっていうことですね。まだね、その愛の言葉をなかなかこう伝えてくれていなかったり、そんな素振りが見えていなかったとしても、心の中にはこの熱い思いをしっかりと秘めていらっしゃる。そういったカードになっているので、あなたと恋人になる、恋人としての関係を発展させていくっていう思いに関してはすごく真剣、本気であるというカードになっています。だけれどもこちらですね、先ほどのこのペンタクルの2というカードの逆位置につながってくることなんですが、このカードはですね、タワー、塔というカードが逆位置です。このカードはもともと正位置の時に崩壊や破壊というカードになっておりまして、この塔にですね、落雷が落ちてこう崩れていく様から崩壊や破壊っていう意味を持つカードになっています。逆位置になりますと、もう崩壊しきった後のね、状態を表していたりだとか、先ほど冒頭でもお伝えしましたが、混乱とかね、戸惑いっていうことを表すカードになっています。混沌とした状況っていうね意味のカードになるんですが、だから恋人になりたいという思いは強く持っているんだけれども、今ね恋人という関係に進んでいったり、恋人としての関係を発展させていこうとすると、いわば混沌とした状況ですね、混乱した状況になりかねない、自分自身がねこの冷静に対処しなければいけなくて、目の前のことしか集中できない中で、恋人のあなたのことまで気を向けないといけない、気を向けないといけないというとあれですけれども、恋人としてもいろいろね、気を使う部分もあると思うんですが、そこがねできない状況のまま恋に進んでいってしまうと、いわば混沌とした状態になってしまうっていうのがあるので、どうしたらいいんだろうっていうことを今ね、迷っていらっしゃる、迷っているというかね、考えていらっしゃるというカードがこちらで、このカードは隠者というカードになっています。隠者というカードは、一人で自分と向き合うとか、一人で考えている、今後のことをじっくりと考えるっていうカードになっています。この暗闇でね、明かりを灯してこうね、眉間にシワが寄るぐらいぐーっとね考えているわけなんですけれども、これはもちろんあなたとの今後をどうしようかっていうことを考えている、もちろん恋人になるっていう方向性では考えているんだけども、それをいつにするべきかとかですね、あなたとの 恋人の関係を結ぶとか発展させていく中で、今の自分が抱えている問題をどういうふうに対処していこうか、解決していこうかとかですね、いろいろこうお相手の方の頭を悩ませることがあなたとの関係のこと以外でもたくさんあって、どうしたらいいんだろうかっていうことですね、この混乱とか戸惑うことなく恋人としての関係をこうスムーズに進めていくためには、今自分は何をするべきなのかとかですね、どういうふうにこう振る舞っていくべきなのかとかね、優先順位をつけて進めていくべきなのかとかですね、もう本当に今のことだけではなく、あなたとのこれからのことについてもすごくこうね、真剣に考えていらっしゃるっていうのがあるので、それぐらいやっぱりこのね、あなたとの関係性っていうのは、手にしたいもの、ものにしたいものっていうふうにはね、思っていらっしゃるのかなと、
というのがですね、本音のところでも出ておりました。はい、ではですね、次にお相手の方が向けているあなたへの思いですね、について見ていきたいと思います。どんなね思いを向けていらっしゃるのか、抱いていらっしゃるのかということですね。まあ、ここでもラバーズというカードが出ていましたけれども、よりね、深く見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきましょう。うん、はい、うんうんうん、そうですね、あなたへの思いに関してはやっぱりあなたを裏切るということであったり、まあその最終的にね、あなたを裏切るということであったり、あなたを悲しませるということであったり、あなたの元から離れるっていうようなことをやっぱこうしたくない、一緒にいたいというふうな思いがあるわけなんですね。そういう思いを持っている中でやっぱりこう今ね、その勢いでというかね、後先を考えずに恋人としての関係に進んだりだとか、それを発展させていこうとするのはかえって無責任なんじゃないか、もっとあなたを、まあ、いわば恋を始めるからには、発展させていくからには、まあ 100% っていうわけではないにしても、常にこうあなたをね安心させたいとか、幸せにしてあげたいとかですね、そういった思いを持っていらっしゃる中で、やはり今のね冷静に対処しなくてはいけない状況の中で恋を始めるっていうのは、これはまあかえって不誠実であったり無責任なんじゃないかなっていう思いを持っていらっしゃる、まあそういったねカードが出ているので、うん、お伝えしていきたいと思います。まずはこちらのカードからです。このカード、欺瞞というカードが出ました。欺瞞というカードは欺くとか裏切るとかですね、まあそういった意味を持つカードになっています。うん、だからまあ先ほどね、このペンタクルの2っていうカードがありました通り、今ね自分の望む変化を起こしたとしても、それが失敗する可能性の方が高いというふうにね判断していらっしゃるっていうのがありました。だからあなたとの関係も本当はまあまだねお付き合いをしていないんだったら、恋人という関係に発展していきたいし、恋人としての関係がすでに始まっているんだったらば、それよりそれをねもっとこう進めていく、よりこう深い恋人とか、まあそれこそ結婚をね目指していらっしゃる方だったら結婚に移っていきたいとかですね、まあそういった変化っていうのは望んでいるんだけれども、それに今トライしようとすることは最終的にね、まあ、タイミングがちょっと良くないから、あなたのことを裏切ることになったり、あなたの気持ちをまあ欺くってわけじゃないですけども、あなたの期待に応えられないとかね、うん、で最終的にあなたを悲しませたり苦しませてしまうことにもなるかもしれないから、やっぱり今ですね、後先のことを考えずに勢いでね、恋人という関係になるっていうことやったり、恋人としての関係を進めようと、まあ強引にね進めようとするのはやっぱ良くないんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃる。欺いたり裏切るだけでなく、結局自分からね、例えば歩み寄ったくせに、自分から歩み寄ったくせにというか、歩み寄ったにもかかわらず自分から立ち去っていかなくてはいけないことになるっていうカードがこちらのカードで、ウォーキングアウェイ、これね、あなたの元を立ち去るって、まあ立ち去るっていう意味のカードなんですけども、立ち去ろうと花から思っていらっしゃるわけではないです、もちろんね。うん、だけれども今の状況のね、この変化とかストレスをね受け続けている状況の中で恋を始めようと思って、例えば自分からあなたに告白をしましたということをしたとしても、結局自分から告白したにもかかわらず、自分からあなたに、いやちょっとねやっぱりこう恋を続けていくっていうのは難しいから別れないかっていうですね、告白をしたにもかかわらず自分から別れも告げなくてはいけない、まあいわばあなたの元から立ち去っていかなくてはいけない結末になる可能性っていうのが、どうしても今はその未来が強く見えている、強くというかそっちの未来の方しかまあ見えないわけですね。それぐらいだからちょっとこう、うん、困難な状況に、あなたへの思いがないからっていうわけじゃなくてね、それだけ弱いからっていうね、困難に立ち向かえないというか、困難を乗り越えられないほど恋心が弱いとか、そういう意味じゃなくてね、物理的にだったりだとか、ちょっとねこうかなりいっぱいいっぱいな状況の中で恋を進めることになってしまうから、だから今はね、うん、まあいわば今の関係性を維持しながら、もっとねこうあなたを幸せにできるというね状態になってから恋人という関係になる
ということであったり、恋人としての関係を進めていきたいっていうカードがこちらになります。このカードがザ・ガーデン&ザ・ゲート、まあこれは庭園と門というねカードになっています。門の内側にこのね、人がいますけれども、これがまああなたであったりね、お相手の方がまあ想像しているあなたの姿になるわけなんですけれども、まあ日の光がね差し込んでいて、花もねこう咲き誇って、すごくこう穏やかでのどかな空間ですね、平和な空間が描かれているわけなんですが、その平和な空間にあなたをまあ置きたいというかね、平和な空間であなたを過ごさせてあげたいと。だから自分との恋愛を始めた時には、まあ安心であったり、平和であったり、穏やかな心であったり、温かい気持ちであったりね。そういったものを感じられるような恋にしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。で、逆の、例えばね、不安とか焦りとか、なんでしょう、こう嫉妬とか憎しみとかね、怒りだとか、そういった感情を感じるような、恋愛というものにはしていきたくないというふうに思っているので、だからこそこの安心した空間であなたがまあお相手の方と恋愛ができるようにするために、今ねこういろんな感情を沈めて対処していらっしゃるっていうことがあるわけなんですが、それがちゃんと整った時に恋をまあ一気にね、まあ本格的にこう進めていきたい、そういった思いを持っていらっしゃる。だからここの思いはやっぱこうね、間違いなく持っていらっしゃるからこそね、勢いでね、こう恋を進め、まあ無計画のままね、進めたくはないっていう思いも同時に抱いていらっしゃるというのが出ておりました。はい、では最後ですね、お相手の方が描く、まあ、今後の展望ですね、あなたとはどうなっていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのもね、最後に見ていきます。ではですね、見ていきます。どんな未来を描いていらっしゃるのかということですが、ではね、こちらのカードが出ましたが、ちょっとね、出たカードを見させてください。出たカードはトラベリングライトリーというカード、ディスタントサンダーというカード、アンノンテリトリー、まあ、未知の領域というカードですね。ではですね、見ていきます。まずはこちらのカードから見ていきましょう。まあ、あなたとの今後というところなんですけれども、トラベリングライトリー、まあ、生活をシンプルにしなさい、シンプリーユアライフというか、あのメッセージがね描かれているカードなんですけれども、いわばなんかこう背負っているものとかね、今こう抱えているものがあるっていうふうにねお伝えしましたけれども、それをねしっかりと片付けて、まあ、いわば身が軽くなった時にあなたの方向に進んでいったり、まあ、物事を進めていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。だから、まあ、同時進行ではなくてね、問題の解決とあなたとの恋愛の進捗っていうのを同時進行でするんじゃなくて、やっぱり先に問題とか悩みっていうのを解決してから、軽くなった状態で、まあ身がね軽くなった状態で、あなたとの恋をまあ本当にねこう勢いよく進めていきたいというのが、やっぱ展望と言いますかね。やっぱこれが、まあ、軸にあると思います。そのね、自分の抱えているものとか背負っているものが、ようやくね、この肩の荷が降りた時というのは、あなたを安心させられるようなね、まあ、こう自信がついたり、確信が持てる時だと思うので、その時にやっぱり恋をね、進めていきたいっていうのが、本音と言いますかね、お相手の方の思いなのかなというふうに思います。だからやっぱりこう、この恋人っていうカードのね、ラバーズというカードに嘘偽りはないかなと思います。そしてこちらですね、ディスタントサンダーというカードです。遠縁、まあ、遠くに、まあ、落ちる落雷みたいなね、カードなんですけども、だからまあ遠くのね、この、まあ、落雷を見ている人がいるわけなんですけども、このカードのですね、メッセージがクリアズエアーというカードで、まあ、空気を入れ替えなさいというカードになっています。空気を入れ替える。で、だからまあ、あなたとの環境を一応リセットするとかそういうわけじゃなくて、今ね、こう自分の、なんでしょうね、こう人生を取り巻く空気といいますかね、雰囲気というかオーラというのはちょっとこう沈んでいるわけですね、お相手の方。まあ、ちょっとこう嫌なことが起こったりだとか、それこそストレスがね、絶えないというふうにお伝えしましたので、まあ、ちょっとこう空気がすごく悪い。
まあ言えば、ちょっと工業地帯を思い出していただいてね、なんかすごくこうスモークがもくもくね、こう上がっていて、こう空気が汚れているなって、なんかよどんでいるなみたいなところってありますよね。なんかそういう空気にまとわられているような今人生なわけなんですね。だからその空気を入れ替えをしたいわけですね。うん、そのよどんな空気をまあ排除して綺麗な空気になった時、それがまあこのね、身が軽くなった時だと思うので、そういった状況をやっぱこう作り出してから、あなたとの恋をねどん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 進めていきたいというふうに思っていらっしゃるっていうカードです。まあつながっているような内容が出たかなということですね。あとはこちらのカード、アンノンテリトリー、まあ未知の領域っていうカードで、まあこのカードはですね、あなたはまさに必要な場所にいますと、まあ必要な場所をですね、今探しているっていうことなんですけれども、まあ今ね、だからお相手の方に訪れている困難とか、まあ試練とか苦しみっていうのは、ちょっとこう前代未聞なね、ものでもあるのかなと。前例のあるような苦しさ、辛さっていうことであれば、なんかこう対処法っていうのがもうすでにね、分かっているので、スムーズにね、解決することができるのかなと思うんですけれども、その今経験していらっしゃるものが、ちょっとこう未知のもの、今まで以上のものであったり、今まで体験してこと、したことがないぐらいの、過酷さ、でもあったりするので、これいつ終わるんだろうとかね、どうやったら解決するんだろうっていうのを今まだ模索していらっしゃる状況なわけなんですね。だからちょっとこうね、あなたとの今後の計画についてはまだ立てられない部分はあるんだけれども、まあそこからね、やっぱこう逃げたいという気持ちを沈めて逃げずにね、立ち向かっていらっしゃるっていうのがあるので、その先にはね、必ずあなたとの恋の進展があると信じて、まあ苦しい状況にもこうね、未知の領域にもこうね、ひるまず進んでいっていらっしゃるっていうのがありますので、まあそれだけね、あなたとの思いっていうのは確実にね、あなたとの恋というのは確実に手にしていきたいというふうに思っていらっしゃるというカードになりますので、まあ今はね、その恋を実らせたいというね、願望があなたの中にもあると思いますけれども、どちらかというとその願望よりかは、お相手の方を応援するっていうね、お気持ちを優先に、ですね、向き合ってあげた方が、よりね、恋はうまくいくんじゃないかなとは思います。はい。はい。ではですね、最後にこちらの選択肢のカードを見ていきます。はい。今回はコアラのねスピリットのカードになっています。このカードのですね、メッセージとしてはスピリットハザープランというカードで、まあ創造主には計画がありますという意味のカードなんですけれども、まあこのカードがね伝えてくれているメッセージというのは、まあ次から次へとねいろいろなものを追いかけて、ばかりいると、まあ自分がねこう必要なものを手にしている、まあ与えられていることであったり、まあ救いのね手を差し伸べられているというような、まあ大事なことをねついつい忘れてしまうしまいますと、だから今自分にはね、まあ溢れるほどの豊かさがね、訪れるということを信じて、まあ、いわば大いなる存在に委ねていきましょうと、身をね、そうすると夢は叶いますと。まあ、これどういうことなのかって言いますと、今ある豊かさを楽しんで、心を安らかにしていれば、あなたにですね、喜びが湧き上がってきますと。だから、何もかもをね、今手にしていこうとするんじゃなくて、今あるものに感謝をね、感謝の気持ちを抱いて、まあ、心安らかに過ごしていれば、いわば、まあ、なんでしょうね。まあ、コアラのように、のんびりとね、今過ごしていることで、どんどんね、あなたにこう、幸せが引き寄せられてくるんですよと。逆に焦って何かをね、取りに行こうとね、したり、まあ追いかけようとすると、ね、自分の手にしたいものはなかなか手に入ってこない。それだったらば、のんびりしている方があなたにはね、取りに行かなくても引き寄せられてきますよっていうね。まあそういった、まあコアラの、まあ生き方といいますかね、ライフスタイルっていうものを今ね、あなたはまあ見習うというかね、少しでも取り入れていくと、より豊かになっていきますよというカードなので、まあこれをね、参考にしていただけると幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は人見知りの克服の仕方はということで、まあ、これね、直近で、親戚のね、子に、人見知りってどうやって治るのっていうふうにね、聞かれたので、まあ、ちょっと今回書かせていただいたんですけれども、なかなかね、大人になって、人見知りですっていうのをね、言ってられないような状況もあるかと思うんですけれども、とはいえね、やっぱこう、人見知り、あると思うんですね。まあ私自身もまあ人見知りだったりもするので、まあただね、その人見知りっていうことなんですけれども、なんかこう自分の中でのまあ捉え方というかね、考え方が変わったことで、まあ人見知り、自分は人見知りなんだっていうことをね、あまりこう気にならなくなって
ったんですね。まあそれがまあ一つの克服の仕方でもあるのかなと思うんですが、なんかね、人見知りだ人見知りだっていうふうにこう感じていた時というのは、なんかこう自分が話さなきゃみたいなね、何かを話して間を埋めなきゃみたいなね、なんかそういうことを思うとどうしても会話が苦しくなってしまって、まあ人見知りになっていったこともあるんですけれども、話を聞けばいいんだということで、まあ自分から何もかも話すんじゃなくて、なんかこう会話を引き出すとかね、その人の話を聞くっていうだけでも結構こう会話っていうのは成立したり、今までねこう喋らなきゃって思っていたのがすごくこう楽になったんですね。それによってなんかこう人見知りじゃなくなったり、まあどんなね人と会ってもその人の会話をね引き出してこう聞くようにすれば会話が成り立ったりもしたりするので、まあそこで一つ克服できたのかなと。まだ克服できたわけではないのかもしれないですけれども、まあ、それがね自分なりの克服の仕方だったんですけれども、皆さんは人見知りどういうふうに克服されましたでしょうか。でね、何か克服の仕方とかがあればね、まさに人見知りで悩んでいらっしゃる方もいると思うので、ぜひですね、まあ、何かこう情報をね共有をコメント欄でねしていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、コアラのスピリットのカード、もしくはですね、絵をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。今回は2部構成のね、後半のですね、動画となっておりますので、ぜひね、前半見ていた、いていない方はですね、そちらもご覧いただければなと思いますし、まあ、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらですね、ホース馬のスピリットのカード、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、実はあなたにガチで恋をしている人の本音であったり、あなたへの思い、そして今後の展望ということで、二部構成の後半の動画になります。ぜひですね、前半のそのあなたに恋をしている人の、まあ、特徴であったり、性格、イニシャル、生年月日、あとは年齢ですね、の前編の動画もね、合わせて見ていただけたらなと思いますので、まあ、そちらはね、昨日アップしていますので、ぜひね、まだ見ていない方は見ていただければと思います。今回はそのね、あなたに恋をしている人の、まあ、内なる部分ですね、あなたへの思いなどを見ていくんですが、それに際しまして、まずはあなた、お相手の方の現状とあなたに対する本音を見ていきます。そして、次にそのあなたに恋をしている方があなたにね、どんな思いを向けていらっしゃるのか、あなたへの思いを見ていき、最後はですね、あなたとの今後をどういうふうに描いていらっしゃるのか、今後の展望を見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはお相手の方の現状とあなたに対して抱いている本音をね、見ていきます。ではですね、早速見ていきましょう。上の3枚のカードがお相手の方の現状を表すカード、下の3枚のカードがあなたに対する本音を表すカードになります。はい、ではね、早速オープンしていきます。はい、ではですね、早速見ていきます。まあ、あなたとつながりたいというね、まあ、つながりを強めたいというカードであったり、まあ、スター、星ですね、理想に近づきたいというカードが出ているので、やはりまあ恋をしているっていうことに関しては、まあ間違いなくあるのかなと思います。その恋心というものが、例えば何でしょうね、あなたをそそのかすとかね、あなたを
まあ、もてあそぶとかね、なんかそういうね、不純な動機でね、まあ、好意をね、寄せているとかではなくて、まあ、本当にね、まあ、あなたと繋がっていたいと言いますかね、まあ、これからも一緒にいたいというような、まあ、すごい、こう、一時的なものではないっていうのがね、まず出ていますので、そちらと、まあ、ここに関してもね、すごくこう、努力家な方なのかなというのが出ているんだけれども、ただね、運の波がまだ来ていないと、運命の輪っていうカードがね、逆位置になっているので、そこだけがね、本当にネック、まあ、ネックというか、そこだけ解決すれば、まあ、本当にこう、恋の進展というのはね、まあ、訪れるんじゃないかなとは思います。なので、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードから見ていきます。お相手の方の現状を表すカードですが、まずはこちらのカードです。ワンドのページというカードが出ました。まあ、このカードに関しては、まあ、進むべき道を選ぶ、進路を決めるという意味のカードで、何かこう、自分の決めた、まあ、道といいますかね、進路。を、まあ、突き進んでいくというですね、なんかこう未来に対しての希望に満ち溢れているっていうカードで、まあ、自分の選んだ道で、頑張っていくんだっていうね、もっとこう才能を開花していくんだとかね、より大きな発展を迎えていくんだ、繁栄をね、手にしていくんだとかですね、まあ、この先のことをすごくワクワクしているようなお気持ちを表したりだとか、まあ、あとは将来を有望視されているっていうことで、まあ、結構こう周りからも期待がかかっているようなね、まあ、ポジションというか役割と言いますか、存在でもあるのかなと思います。だからこそその期待に応えるんだっていうようなね、そこにこう燃えている、そういう状況でもあったりするので、まあ自分にまあ任されたこととか与えられたことを、まあ 100% というか 120% で返していきたいみたいなね。だからそれぐらいの形で、まあ期待に応えていきたいと。で、さらなる成長であったり発展をね、遂げていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあそういったカードがまず一つ出ているのと、これに合わせて同じくワンドのカードです。ワンドのエースというカードになっているんですが、まあこれに関しても、まあ熱い気持ち、情熱っていうね、意味を持つカードなので、まあ期待に応えていくんだっていうね、それに対してもまあこの情熱であったり、やる気とかモチベーションが高まっているということで、まあこの自分の取り組んでいること、任されたこと、与えられたことね、期待されていることね、成し遂げていくことを絶対にね成功させるんだっていうですね、そういったこうすごい熱い気持ちでいらっしゃると、まあ、燃えているような状態ですね、まあ、熱中しているっていうこともあると思います、なので、まあそういった意味でもね、すごくまあ燃えていらっしゃるなっていうのと、エースというのは数字の1ですね、始まりを意味する数字なので、何かこう新しいことを始めるっていうね、挑戦していくっていうことに燃えているっていうカードでもあります。だから、新しく何かを任されたりだとか、新しい場所に身を移されたりだとか、新しい環境になったりだとかね、新しい、何かを始めた。それこそお仕事がね、新しく変わったとかね、勤務地が変わったとか、自分の役割が変わったとか、ポジションが変わったとか、いろんなね、一歩をこう踏み出されたのかなと思うんですが、だからこそよりね、今こう気合が入っているみたいなね、そういった状況なんじゃないかなと思います。ただ、運の波だけが今来ていないというのが出ていて、このカードですね。運命の輪っていうカードが逆位置です。これが正位置で出ていれば、すごい運の流れが来ていて、やることなすことが、まあなんでしょう、自分の実力以上のね、結果が出るみたいな、まあそういったね、運が後押ししてくれるっていうカードになっていて、まああらゆる物事が成就するとか、実力以上の結果が出るっていうね、今もお伝えしましたけれども、最良の結果がもたらされるっていうカードになるんですね。だけれども、ちょっとこう、運に、見放されてるってわけじゃないんだけれども、まあ、運の波に乗れていないということから、まあ、見込みや期待が外れるっていうね、こと。まあ、例えば、これだけ頑張ったんだったらば、これぐらいのね、結果がこの時ぐらいまで来るだろうなって、こう、見込みを立てていたものが、あらら、みたいなね、感じで、ちょっとこうね、計画倒れになってしまったり、見込みや期待が外れる、ような事態になってしまっていたり、ちょっとこう、不測の事態がね、発生してしまって、それによってなんかこうね、成功をつかむタイミングを逃してしまったりだとかね、まあちょっとこう、アクシデントに見舞われるとかですね、
まあそういったカードになっているんですが、でも実はこれが結果的には良い方向に進むっていうカードでもあって、幸いが、ですね、あ、じゃあ、災いですね。災いが、幸いして新たな道が開かれるっていうことで、ちょっとね、今は運の波には乗っていないんだけれども、実はそれがね、いい形で、まあ大きなトラブルを回避したりだとか、困難を経験せずに進んで、実はそれがね、後に大きな飛躍をもたらしてくれる。人生が切り開かれるような展開になるっていうことなので、まあ決してね、今、という視点だけで見れば良くないことなのかもしれないけれども、長い目で見てみれば実はね、幸運をもたらす、まあ、いわば前兆のようなね、状態に今入っていらっしゃると。うん。まあ、そういうね、まあ、現状でいらっしゃるというカードが出ておりました。うん。まあ、だから焦る必要はないということですね。まあ、お相手の方に呼びかけるとすればですね。はい。ではですね、次にこちらのカードを見ていきます。下のカードはですね、あなたに対する本音を表すカードになりますが、まずはこちらのカードからです。カップの2というカードが出ました。うん。まあ、このカードには心の通い合いっていうね、意味のカードでもあるんですが、愛情に恵まれるとかですね、愛する人との関係を前進させるっていうね、意味のカードになっています。だから、まあ、あなたに対しても愛を向けていらっしゃる。あなただけがお相手の方に、恋をしているのではなく、お相手の方もあなたに恋をしている。いわば、両思いの状態ですね。だからこそ、二人が見つめ合っている。そして、その前にあるカップの中の水がね、生き生きしているっていうのは、もっとね、こう、心の交流っていうのを持ちたいと思っていらっしゃる。まあそういった意味であなたとの関係を前進させたいということであったり、まあ、円満な関係を築きたいっていうね意味のカードであって、まあ、思いが通じる。だからお互いにどういうふうにねお互いのことを思っているのかっていうのをもっとこう通じ合いたいというね、うん、意味のカードであったり、まあ、あとはこのカードの中には結婚とかね婚約っていう意味もあるので、その恋愛に関しても、うん、ただのお付き合いとかね、その時のお付き合いとかね、そういうふうに思っているわけではなくて、本当にこう長い目でのね、お付き合いをしていきたい、お付き合いのつもりでね、今あなたと向き合っていらっしゃるというカードにもなっています。うん、はい。そして、こちらですね、スター、星というカードも出ています。星というのは、希望とかね、理想を追い求めるであるとか、願いを叶えるとかですね。まあ、星に願いをっていうのありますよね。願いを叶えるとか、目標を成し遂げるとかですね。夢を実現するっていうカードでもある通り、あなたと、夢見た、まあ、理想ですね。うん、それを叶えていきたい。うん。だからあなただけがそのお相手の方との恋に夢を見ているんじゃなくて、お相手の方も夢を見ていて、それをね、一緒に叶えていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。っていうカードになります。だからそれぐらい、うん、ちゃんとこう、なんでしょうね、前向きというかね、うん、自分だけがね、こう、もしかしたら、なんでしょうね、こう、盛り上がっているんじゃないかっていうふうにね、ちょっとこう、心配していらっしゃった方もいるかもしれないですが、お相手の方もお相手の方で、あなたとの恋をね、ちゃんと実らせていきたい。うん、まあそういったお気持ちではいらっしゃるっていうカードになります。そしてこのカードですね。はい、ペンタクルの4というカードになります。まあこのカードに関しましては、まずね、意味からお伝えしていくと、安全や安定を求めるっていうカードになっています。うん、あとは物心両面で、満たされたい。というふうに望んでいるっていうカードなんですけれども、まあその物心両面っていうのは、まあ心っていうのはあなたとの恋愛の中で満たされていくものだと思っていらっしゃいますし、その物欲というかね、まあ物という面でですね、でもまあ満たされていきたい。まあここね、なんかこうコインのようなものを、たくさんね、手にしていきま、いますけれども、まあこれがね、まあお金を表していたりもするので、まあお金という面でもこう豊かになったり、まあこれはね、お金だけを表すんじゃなくて、例えばこれね、成果とか結果ですね、結果にも恵まれたいとか、あとはまあ人間関係にも恵まれたいとかですね、まああとは地位、社会的な地位っていうことも表したり、人脈っていうこともね、表したりもするので、そういった、まあ恋愛で満たされていきたいというのももちろんあるんだけれども、それ以外の部分でも充実した人生を送りたいっていうのが、あるからこそ、今ね、まあこう、自分に、まあ期待されていることをちゃんとね、結果を出していきたいみたいなね、そこにまあ燃えていらっしゃるというね、カードが出ていると思うので、まああらゆる側面でのね、人生をもっともっと豊かにしていきたいっていうものが、まあ本音の中では出ておりました。はい。ではですね、まあこういった現状、並びに本音を抱いていらっしゃる中で、あなたに対する思いはどうなのか。まあここでもね、カップの2だとか、星ですね、スターというカードは出ておりましたけれども、もっとね、こう深く見ていきたいと思います。はい。
はい、ではですね、早速見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきます。まあ、インディシジョン。まあ、これ、優柔不断っていうカードなんですけども、まあ、そうですね、どっちも大事だっていうふうに思っていらっしゃるからこその優柔不断が出たのかなと思います。あなたとの恋愛も大事だし、恋愛以外の部分も大事だと思っているからこそ、どっちをね、今は頑張るべきなのかなっていうことですね。そこに対してのちょっと優柔不断さが出ているっていうことですね。うん、なんかこう、ネガティブなね、キーワードに聞こえるかもしれません。優柔不断というふうに聞くとね。だけれども、そういったネガティブなところで迷っているわけじゃなくて、すごくポジティブな迷いというかね、選びきれないみたいなところが、まあちょっとあったりもするのかなと思うんですが、まあ後のというか他のね、カードに関しては、すごく前向きなカードが出ているのでお伝えしていくと、まあちょっと気になったかもしれないので、このカードから見ていきます。インディシジョンというカードです。まあ優柔不断というカードなんですけれども、まあこの分かれ道の、まあ、前にね、立っていて、どっちに進もうかなってね、こう悩んでいる人が描かれているわけなんですが、まあこれがですね、まあいわばどちらかに進んだらもう片方の道に進めなくなるのかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、例えば、今ね、こう自分の、まあ、将来有望視されているっていうことをね、お伝えした通り、なんかそっちのね、期待に応えていくっていうのもやっぱ頑張りたいし、あなたとの恋もね、理想に近づけていきたい。だから恋愛も頑張っていきたいわけですね。でも、どちらもね、こう頑張るっていうのは自分の体一つしかないから、ちょっとこう難しいと。ね、自分の体が二つあればなとかね、そういうふうにまあ思っているぐらいだと思うんですけれども、自分の体は一つしかない。限られた時間でもある。ね、ということから、どっちをね、今優先するべきなのかとかね、頑張っていくべきなのかっていうことを今、迷っていらっしゃる。これはどっちも真剣だからこそですね。どっちかがもうどうでもいいやっていうふうに思ってるんだったら、この迷いっていうのはお相手の方に訪れなかったと思います。例えば、ね、自分の任されていることが、いや別にね、期待に応えたくないしとかね、なんかそういうふうに思っているんだったら、あなたとのね、恋愛だけにこう、舵を切ることっていうのはできると思うんですけれども、そっちも大事だし、あなたとの恋も実らせていきたいぐらい大事だと思っているからこそ、どっちにしたらいいんだろうみたいなね、そこを迷っていらっしゃるっていうことなんですが、うん。まあ、どちらに対してもっていうことについては、このコミュニティというカードが出ていて、これはね、気の合う仲間っていうね、意味のカードとか、まあ、あとは共同体とかね、まあ、組織っていう意味も、まあ、表してもするんですけれども、やっぱりこう、自分の関わっている人とはですね、すごく豊かな関係、円満な関係を築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。だから、あなたとの関係も一つのコミュニティとして捉えていらっしゃるわけなんですね。お相手の方としては。例えば、まあ、それがカップルというね、共同体であったり、まあ、結婚した夫婦という共同体になると思うんですけれども、うん。その共同体もやっぱり豊かにしたいし、今自分の属している共同体、例えば、職場とか学校とかね、あとは、なんでしょう、趣味のサークルとかね、うん。なんか、習い事の教室の、メンバーとか、お友達という共同体とかね。だから、あらゆる共同体に属している自分、そしてそこに一緒にいる人たちとは、まあ、豊かな関係を築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。うん。だから、その、うん、手にしたいものが多いからこそ今迷っているっていうことでもあるのかなと思うんですが、まあ、あなたとの関係だけに絞って言うならば、うん、やっぱりこれは、幸福なね、お互いが幸福な関係、幸福を感じられるような関係にしていきたい。まあ、いわば、うん、一人よがりなね、恋をしたいっていうわけではなくて、一緒にね、関係を築いていくからには、自分だけが幸せを感じればいいっていうわけではなく、あなたにも幸せを感じてほしいというふうに思っていらっしゃる。まあそういったね、カードになっています。で、その関係を実現させるためには、自分から動くべきだっていうふうに感じていらっしゃるカードがこちらで、大天使ガブリエルっていうカードになります。喉のところにチャクラが光っています通り、これはね、喉というのはコミュニケーションを司る場所なんですね。だから自分から何かを発する。だから自己表現とかね、自分の真実を語るっていう意味のカードになっていて、あなたとのその共同体をもっとね、豊かに幸せにしていくためには、自分からもっとね、気持ちを発信していかなきゃいけないっていうふうに思っていらっしゃる。知るっていうカードになります。うん。だけれども、この発信したタイミングっていうのは、あなたとの恋を進めていきたいタイミングなんだけれども、今、お相手の方にはもう一つね、こう進めていきたい、頑張りたい物事があるからこそ、今、あなたにその思いを発信していいのかなっていう、まあ、迷い、まあ、優柔不断さっていうのがちょっとこう出てきているので、ちょっとなかなかね、いつ発信していこうかなとかね、いつ伝えていこうかなっていうところに関しては、うん。まあ、お相手の方にとってちょっとこう、今考えていらっしゃる。
悩んでいらっしゃる部分ではあるのかなと思うんですが、前向きな方向に進めていくっていうことに関しては確かに考えていらっしゃると思います。はい。ではですね、最後にいいですが、まあ、ここでもちょっと出ていましたけれども、まあ、今後の展望ということで、お相手の方はあなたとの未来をどういうふうに描いていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。ではですね、早速オープンしていきます。こちらのカードが出ました。出たカードはですね、ワンダラス・ユニバースというカード、プロテクティッド・バイ・エンジェルズというカード、ボヤジ・オブ・ザ・ハートということで、まあ、ハートの旅っていうカードも出ていますね。はい。ちょっとね、英語の発音には自信がないので、その発音間違ってますよって方がいたらね、教えてください。はい。私も勉強してまいりますのでね。はい。で、まずはですね、こちらのカードから見ていきましょう。はい。このカードです。ワンダラス・ユニバースというカードで、脅威の宇宙っていうね、カードになっています。脅威的なっていうね、まあ、その驚きという意味のですね、まあ、宇宙っていうカードになっています。で、このカードは、ウォーク・イン・ビューティーというね、メッセージが込められています。美の中を歩みなさいっていうカードなんですけれども、やっぱこう、美しい世界をね、歩んでいきたいっていうふうに思っていらっしゃる。美しい恋。ね、あなたと、気づいていく恋に関しては、美しい恋にしていきたい。こう、ドロドロとしたね、なんでしょう、こう、くすんだとは言わないですけれども、ちょっとこうドロドロとしたね、恋にしていくんじゃなくて、すごくこう、まあ、美しい恋にしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。というカードになります。だからお互いが、なんかこう、例えばなんでしょうね、隠し事をしたりだとか、なんかこうね、裏では、ね、会っている時はそうじゃないけれども、裏ではなんかこう、お互いの悪口を言い合っているとかですね。なんかそれが、まあ言えばちょっとこう、ドロドロしたみたいな状態ですね。じゃなくて、ちゃんとこう、まあ純粋な気持ちで向き合って、まあ本音もね、こう、語り合いながら、例えばまあ困っている時には、ね、喧嘩はね、もちろんするかもしれないけれども、それもね、ちゃんとこう、話し合いで解決したりだとか、困っている時にはね、その助け合ったりだとかね。そういった、まあ言えば美しい恋にしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。ということなんですね。となった時に、やっぱこうね、なるべくのその衝突を避けるためには、やっぱこう今のね、頑張っていることをちゃんとこう終えてからやった方がいいのかなとかですね。いろんなことをまあ考えていらっしゃる。この美しい声にしていきたいからこそ、まあ迷っているっていうところもね、あるんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね、こちらのカードを見ていきます。Protected by Angels というカードで、Supported by なんちゃらみたいなね、なんかこう、CM みたいになってますけれども、これ天使の守護っていうね、カードになってます。まあ、天使が守ってくれているっていうカードなんですけれども、まあ、天使たちに大切にされていますよっていうね、カードになっています。メッセージとしてはね。だから、その、何でしょう、こう、まあ、天使の存在を信じているというか、やっぱりあなたとの出会いであったり、あなたとのつながり、縁ですね。に関しては、なんかね、こう言葉には説明できないんだけども、なんか不思議なものを感じている。まるで、なんかこう愛の天使がね、二人をこう引き寄せてくれたかのような、なんかそういうね、言葉ではなかなか言いにくいんだけれども、そういう不思議なつながりをも、感じている。だからこそ、なんかね、天使さんにこう引き寄せられたというね、感覚があるからこそやっぱ大事にしなきゃいけない。そこがね、一番の理由ではないんだけれども、なんかこう引き寄せられたとかね、自分たちはこう出会うべくして出会ったんじゃないかなっていうね、そういった運命的なことも感じているからこそ、だからね、この天使さんが引き寄せてくれた恋を美しいものにしていきたい。逆にそれを、まあ、汚いとは言わないですけれども、ドロドロなね、恋にしてしまうと、天使さんをね、がっかりさせてしまうとかね、なんかこう、信用を損なってしまうみたいなね、ところがあるから、だからこそ、こう、美しい、恋にしていきたいっていうね、まあ、そういった思いも持っていらっしゃるっていうことですね。で、最後、こちらのカードです。はい。ハートの旅というカードになっています。このカードですね、に関しては、ラブ、フロー、スルー、You and to you というカードなんですけども、まあ、愛があなたの中を流れ、外からも流れてきますということで、まあ、いわば、この愛が、まあ、
なんでしょうね、こう、あなたの中を流れるっていうのは自分の中で湧き起こる愛ということですね。で、外から流れてくる愛っていうのは自分が受け取る愛っていうことですね。だから、どちらかだけが、その湧き起こる愛情をもう片方の相手の方に流していく、いわばこう伝えていく、表現していくっていうのではなくて、お互いにその愛の流れですね、自分から湧き起こるもの、そしてそれを伝えていくっていうことを両者していきたい。だから愛し合っていくっていうことですね。うん。まあそういった関係にしていきたい。まあこれも一つのこの美しい愛の形でもあるのかなと思うんですが、やはりそういったこの理想形をね、築き上げていきたいっていうのが、まあお相手の方の展望であるのかなと思います。はい。はい。ということで、まあ、ここまでね、カード見させていただきましたが、最後、こちらについて見ていきます。はい。今回 B を選びいただいた方の選択肢のカードです。ホース、馬のスピリットのカードです。このカードのメッセージは、Freedom is yours っていうカードで、あなたは自由です。まあ、自由なんですっていうね、カードになっています。うん。このカードがですね、まあ、現れている時というのは、あなたがですね、自由に動くようにっていうね、サインを送ってくれているわけなんですね。だから自由にもっと行動していいわけです。今までのあなたというのは何かこう自分に遠慮したりだとか自分に制限を加えていて、なんかこんなこと今ね、自分だけがしちゃダメなんじゃないかなとかね、自分だけがこんな思いをしちゃいけないんじゃないかなということで、なんかこう自由にね、例えばどこかに出かけるとか、旅に出る。まあこれご時世的なものももちろんあるのかもしれないですけれども、うん。だけど、なんかこう自分がね、自由に行動するっていうことをちょっと抑えていたんじゃないかなと思います。これは、まあプライベートだけじゃなくて、その恋愛においてもね。うん。だけれども、もっとあなたには自由が与えられているんだから、自由に動いていきましょう。自由に動いていいんですっていうね、カードになっているので、ちょっとこう自分を制限されていた方は、特にね、もっとこう自分に素直になって、自由にね、動いてみたい。自由に何かを始めてみたい。自由にどこかに行ってみたいね、していいと。むしろそれが、今の事態を切り開いていくっていうカードでもありますので、ぜひね、これも参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は人見知りの克服の仕方っていうことなんですけども、まあこれですね、直近で、親戚の子にですね、人見知りってどうやって治るのっていうふうに言われて、聞かれてですね、まあ今回書かせていただいたんですけれども、うん。まあなかなかね、大人になると人見知りと言ってられない状況でもあるのかなと思うんですけれども、ただね、まあ私自身もまだ人見知りではあるのかなというふうに思ってたりもするんですが、ただ自分の中でですね、なんかこう人見知りっていうことがあまり気にならなくなったきっかけっていうのがあって、その人見知りだ人見知りだっていうふうに思っていた時というのは、なんかこう自分から話さなきゃいけないというかね、なんかこう、間を埋めなきゃいけないみたいなことがあって、すごくこう会話に苦痛を感じていて、だんだんこう人と接するのが嫌になって人見知りになっていったみたいなところがあったんですけれども、まあある日ね、自分から話さなくても、その誰かが話すことを聞いていればいいんじゃないかっていうふうに思うようになって、まあそこからね、人がこう話しているのをこう聞くようになったりだとか、こう話をむしろこう引き出してその人に、喋らせるみたいなね。なんかそういうことをすれば、まあ結構会話っていうのはね、成り立っていったりだとか、まあ自然とやっぱこうね、質問していくとその人に興味を持っているふうにもね、まあ見えて、まあ会話が弾んだりもしたりするので、まあそういうふうにするとすごくこう楽だったんですね、コミュニケーションが。うん。ってなると、だんだんこう人見知りということはあまりこう気にしなくね、なっていったのかなっていうのがあって、まあこれがまあ一つの、まあ私の中での、まあ、克服っていうのがね、今できているかどうかわかんないですけれども、克服の仕方なのかなと思うんですが、皆さんはいかがでしょうか？ね、まさに人見知りで悩んでいらっしゃる方もいると思うので、なんかこうやれば克服できたよみたいなね、ありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、ホース、馬のスピリットのカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。まあ、今回は2部構成の後半のね、動画になっておりますので、ぜひね、前半、まだ見ていただいていない方はですね、ぜひ前半のね、動画も見ていただけたらなと思います。昨日ね、アップしているので、この動画の1個前の動画ですね、になります。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただきますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
それではですね、最後にこちらですね、スワン、白鳥のね、スピリットのカード、もしくは死を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、実はあなたにガチで恋をしている人の本音であったり、あなたへの思い、そして今後の展望などについてということなんですけれども、今回2部構成のですね、後半の動画になります。なので、まだ前半のね、動画を見ていただいていない方は、ぜひね、前半の、まあ、そのあなたに恋をしている人の性格とかね、特徴とか年齢とか生年月日とか、あとはイニシャルをね、リーディングしている動画ありますので、この動画の、まあ、前日、まあ、前のね、動画がそちらに当たりますので、ぜひね、見ていただけたらなと思います。はい。で、ですね、今回はその、あなたに恋をしている人の内なる部分をね、見ていくということなので、まあ、本音であったり、あなたへの思い、今後の展望を見ていくんですが、まあ、それに際しまして、まずはね、お相手の方の現状と、あなたに対して抱いている本音を見ていきます。そして、あなたに対して抱いている思い、あなたへの思いを見ていき、最後はね、あなたとのどんな今後を描いていらっしゃるのか、今後の展望についても見ていきたいと思います。はい。では、早速ですが、まずはお相手の方の現状と、あとはですね、あなたに対して抱いていらっしゃる本音から見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。上の3枚のカードがお相手の方の現状を表すカードです。下の3枚のカードがお相手の方があなたに対して抱いている本音を表すカードになります。はい、ではね、早速見ていきましょう。はい、ではね、見ていくんですが、そうですね、素直になれていないっていうカード、デビルというカードはね、これ逆位置になっているので、あなたには恋をしているんだけれども、なんでしょうね、その恋心を悟られないようにしていたりだとか、好き酒とかね、なんかそういうことをしていらっしゃるのかもしれません。で、あなたには本当はね、もっとこう、お近づきになりたいんだけれども、なかなか自分から歩み寄れないみたいなね。そういったところもあるのかなと思います。まあ、すごく意識しているからこそね、なんかこう、ちょっと変になっちゃうというか、なんかこう、普段通りにできないというかね。そういったところが出ております。で、なんかね、今、現状を見ると、本来あなたに見せたい自分とはかけ離れた自分に今なってしまっているのかなと。以前は、なんかこうね、あなたにこう見せたい自分みたいなのになっていたので、すごく交流できたりだとかね、あなたと距離を縮めることができていたのかもしれないけれども、今の現状がちょっとこうかけ離れてしまっている。っていうのがあって、その、素直になれなくなっているっていうようなね、カードがあるの、出てきたのかなと思うので、まあ、このあたりね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずは上のカードから見ていきます。こちらがですね、お相手の方の現状を表すカードなんですけれども、まずは真ん中のカードから見ていきましょうか。はい。こちらのカードです。ペンタクの6というカードが逆位置になっています。本来このカードに関しましては、正位置の時に支援するとかですね、支援される、まあ、こう救いの手を差し伸べるっていうカードになっていて、まあこういった形でね、こう、まあ困っている人、恵みをね、与えてほしい人にこう恵みを与えて、こう救いの手を差し伸べている、助けてあげているわけですね。まあこれが、まあいわばあなたに対して見せたいと思っている自分の姿。だと思います。お相手の方が考えるね。だからあなたが困っている時に、こうね、支えてあげたり、助けてあげたり、なんかこうね、
力を貸してあげたりみたいな、まあ優位に立つっていうわけではないのかもしれないけれども、なんかその自分の方がね、頼りにされたいというかね、頼られたいみたいなところがあると思うんですけれども、これ逆位置に今回なってるんですね。だからこっち側の人になってしまっている。今お相手の方というのがね。あなたにはなかなかその言ってこないかもしれないけれども、今誰かの力を借りたいようなね、ちょっとこう、困難な状況になっていたり、本当は助けてほしい、あなたにね、助けてほしい。でも、本来見せたい姿はこっちだから、なかなかあなたにこう、助けて、みたいなことを言えない、みたいなね。だから、ここで、その、まあ、優位に立ちたいというわけではないんだけれども、今、どちらかというと、あなたの方が優位というかね、に立っているように、お相手の方としては見えているわけなんですね。だから、このカードが逆位置になった時というのが、なかなかこう、誰かにね、構う余裕がないと。正位置の時には、こう、救いの手を差し伸べるってことは、誰かにね、相手する、こう、余裕があるっていうことなんですけども、これ余裕がないっていうカードであったり、まあ、自己保身的な態度、もう自分のことを守るので精一杯だとか、あとは、まあ、嫉妬や羨望ということで、ね、まあ、なんでしょう、こう、自分が優位に立っている時には、こう、誰かに嫉妬するってことはね、なかったんだけれども、今、自分はね、こう、助けてほしいというような形で、ちょっとこう、恵まれていない状況であったり、ちょっとこう、不遇な状態なわけですね。そういった時こそ、人間っていうのは、なんかこう、幸せになっている人のことに、幸せになっている人にすごい嫉妬したりだとか、羨望の気持ちですね。いいな、いいなっていうふうに思って、なんかこう嫌味を言っちゃうみたいなね。だからそういう今状況になっているわけなんですね。だから、あなたに対しても素直に今慣れていないっていうのがあるのかなと思います。で、次、ここのカードですね。ソードの3っていうカードなんですけれども、これはですね、心に傷を負うとか悲しみを覚えるっていうことで、まあすごい心にショック、なんでしょうね。傷を負うぐらい、こう、なんでしょうね。ダメージとかね、ショックを受けていると。だから、本来は、ちょっと、こう、あなたよりも優位に立って、困った時には助けたい。助けられるような、まあ、頼りにされるような立場になりたいんだけれども、逆になっているわけですね。それが、今、お相手の方の、まあ、プライドを崩壊させたり、自信をなくさせたりですね。して、素直にあなたと向き合えなくなってしまっている。っていうことなんですね。だから、現状が、ね、現状があなたに対する態度にすごい大きな影響を及ぼしているっていうのは、これね、あると思います。で、次こちらのカードなんですけれども、カップの6っていうカードが出ていて、これはね、過去を懐かしむとか、過去を回想するっていうね、あの時良かったなっていうね、こう楽しかったこう過去のね、思い出とか、その瞬間を思い出しているっていう感じなんですけれども、読み方を変えれば過去に囚われているっていうカードでもあるんですけれども、その過去というのはすごくあなたとね、こう、楽しく過ごしていたりだとか、幸せを感じれていたと思うんですね。それは自分が優位な立場に立っていたから。だからその時には自信を持ってあなたと向き合えたし、なんでしょう、こう、理想の姿をあなたに見せられていたから、なんかこうね、すごくこう余裕を持って振る舞えたり、本来の自分として接することができていた。だけれども、今というのが、それとは真逆とは言わないけれども、すごいかけ離れた状況になってしまったがゆえに、ね、あなたとこう楽しかった時のような形で関係を築けなくなってしまっている。だから、その楽しかった時がすごくね、あの時に戻りたいなとかですね。あの時みたいにまたあなたと楽しく過ごせたらいいのにな。でもそれが今ね、自分のプライドとか自信が崩壊してしまっているせいで、素直になれていない自分。その、なんでしょうね。素直に慣れていない自分のことがもう嫌で仕方がない。だから自分が今嫌いだと思います。お相手の方ね。今の自分がすごい嫌い。なぜならば理想とかけ離れているから。なんかそういう現状なのかなと思います。で、本音のところを見ていきます。お相手の方があなたに対して抱いている本音なんですけれども、まずここですね。ペンタクルの3っていうカードが出ています。で、このカードは、進歩っていうね、意味を持つカードなので、物事をね、先に進めていきたい。まあ、関係をね、前進させていきたいっていうカードなので、まあ、やっぱりこう、あなたとの関係というのは、まあ、今ね、ちょっと素直になれていないっていうところがあるんですけれども、またね、この楽しかった時、すごいね、関係が順調に進んでいた時の状態に戻して、先に進んでいきたい。で、このカードの意味の中には自己成長っていうね、意味を持つカードでもあるので、あなたとの関係を進めていくためには、あなたを変えるんじゃなくて、自分をまず成長させなくてはいけない。というふうに感じていらっしゃるっていうカードになります。
だから口ではですね、二人の関係がうまくいかないのはあなたのせいだみたいなことを言いながらも、実は心の中では自分が、ね、原因となっている、進まない原因となっているというのはこれ分かっていらっしゃると思うんですが、それを口に出してしまうと本当にやっぱこう、まあ、プライドが傷ついてしまったりだとか、なんかその自分のせいでうまくいかなくなっているっていうことを認めたくないみたいなところがあって、うん、気持ちとは裏腹なことを言ったりやったりしているっていうカードがこちらなんですね。このカードはデビルっていうカードが逆位置です。デビルっていうのは悪魔というカードなんですけれども、正位置の時ではね、このデビルっていうのはこの、負の感情を抱くっていうカードなので、もしねこれが正位置で出ていたとするならば、あなたに対して負の感情を抱いているってことになるんですね。負の感情っていうのはその嫌いとか憎しみとか、怒りとかね、なんかそういう嫉妬とか、ですね、なんかそういう感情ですね。だけどもこれ逆位置なので、そういう感情を抱いているわけではないんだけれども、なんかそういう素振りを見せている。だから、好き避けとかね、本当に嫌いで避けているわけじゃなくて、好きなんだけれども、避けているみたいな。別に負の感情を抱いていないのに、そういったこう、そういうふうに捉えられる行動とか振る舞いを取っているっていうカードになるんですね。だから、今、お相手の方がね、あなたに見せている態度とか行動、言動に、なんでしょうね。まあ、あなたもすごく傷ついていると思うんですね。ここに近いカードが出ていると思うんですけども、いい意味でね、こう、いい意味でというか、やっぱり、こう、影響を受けすぎない必要はあるのかなと。まあ、受け流すっていうね、ことがあったりすると思うんですけれども、ちょっとね、その表面的なところだけにとらわれると、あなたもね、すごく苦しんでしまうことになるので、本心でそれをやっていらっしゃるわけではない。ちょっとこうね、プライドとか自信がなくなっていて、なんかその、ちょっとこう自暴自棄に近いね、状態に今なっていらっしゃるだけなのかなと思います。まあ、本当にあなたに嫌われたくて、そういったことをしているわけではないと思います。はい。で、次ですね、こちらのカードを見ていきます。このカードですね、ペンタクルのエースというカード、逆位置です。本来このカード、エースというのは数字の1、始まりをね、表す数字なので、まあ、1枚のコインが描かれているわけなんですが、正位置の時にはそのスタートを切るっていうね、意味のカードになるんですが、逆位置になりますと、まあ、手詰まりということであって、なかなかスタートを切れないというね、意味のカードになっています。だから本当はね、あなたとの関係を、まあ、またね、こう、再スタートというかね、進めていきたいと思っているんだけれども、その、もう一度進むためのスタートを切れない。なぜならば、まだ自信の回復であったり、プライドがね、保てない状態だから、あなたとのこう、関係を構築していく、その一歩目をね、まだ歩み出せない。まあ、素直になれないっていうね。まあ、そういったカードが出ているので、ちょっとね、すごく、そういった、なんでしょう、気持ちと裏腹なね、態度とか言動をしてしまっている自分が、まあ先ほども言いましたけどね、やっぱこう嫌いなのかなと。早くこの自分を直したいみたいなね。まあちょっとそういうね、あなたには見せていない、まあ苦悩をね、抱えていらっしゃるっていうのがあると思います。はい。ではですね、次に、お相手の方が抱くあなたへの思いをですね、見ていきたいと思います。まあここではね、裏腹なっていうのが出ていましたけれどもね。まあ、負の感情を抱いているわけではないと。いうことでしたが、まあ、さらにね、こう、深掘って見ていきます。はい。では、オープンしていきます。そうですね、見ていきます。はい。出たカードワールドっていうカード、まあこれがね、あの裏腹なところが出ているのかな、裏腹なところが出ているというか、まあ後ほどまた説明していきますね。で、ウーマンホールディングがハート、ウーマンホールディングがコインというカードが出ています。まずあなたへの思いというところから見ていきましょうか。ここですね、ウーマンホールディングがハートというカードです。まあこれに関しては、例えばまあ今ね、この動画をご覧いただいているあなたが女性だった場合からね、ご説明していきますと、ね、まあこのハートを持つ女性っていうカードなので、あなたがハートを持っているわけですね。だからお相手の方からすると、あなたが自分に向けているこのハート、愛情を素直に受け止めたいし、自分もね、あなたに愛情を伝えて自分の愛も受け取ってほしいというのが本音
あなたへの思いなわけですね。だけれどもそれが今できていない、素直な感情に慣れていない、素直な自分に慣れていないっていうことなので、本当はあなたに送りたい愛情があるし、あなたからの愛も受け取りたいっていうのが本当の思いだと思います。で、あなたが男性の場合ですね、男性の場合で、あなたの思っている方が女性の場合だとすると、まあこれがあなたの思っている方になると思うんですけれども、だからね、そのお相手の方もあなたにね、もっと素直に自分の中で秘めているね、愛情をあなたに向けたい、伝えたいっていうふうに思っているんだけども、それが今素直にできない、っていうところに悩んでいるわけですね。で、逆もしかり、あなたからの愛もちゃんと受け止めたいと思っている、というカードになっています。まあ、これが本当の思いということと、あとはこちらですね、ウーマンホールディングはコインというカードで、まあ金貨をね、今度は持っているわけですね。金貨というのは価値あるものとか豊かさを示す象徴なので、あなたをもっと豊かにしたい。あなたがね、今女性だったらば、あなたに今金、まあお金を渡すっていうわけではないけれども、もっとあなたに豊かさ、まあ愛の豊かさとか充実さっていうのを感じさせてあげたいっていうふうに思っていらっしゃる。ということであったり、あなたがね、男性だった場合、ね、お相手の方が女性だった場合だと、なんかこう自分もね、あなたにこう提供できるものを提供したい。だからそこ、先ほどね、この優位に立ちたいというかね、自分だけがなんかこう今ね、してもらってばっかりなのは、すごくこう気が引けたり、申し訳ないなっていう気持ちになるから、自分もあなたに何か返せるものを身につけたい、手にしたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあそういったね、形で、まあこう優位不位とかね、ではないけれども、なんかこう対等なね、関係になりたいっていうものも、思っていらっしゃる。まあそういったカードになりますが、ここが本当の思いだと思うんですけれども、どうしてもね、今まだ自分に自信が持てなかったり、こうプライドをね、保つことができていないので、ザワールド、これ世界っていうカードなんですけども、地球を離れたところから見ています。本当はね、あなたのいるこの地球、同じ場所で過ごしたいのに今は離れている。これはまだ自信がないからですね、自分のプライドを保てていないから、だから近づいても一緒のところにいても、なんかこうあなたに素直になれなかったり、気持ちと裏腹のね、ことをしてしまったり言ってしまったりするから、自分からね、なんかこうあなたにこれ以上の危害を加えないために、ちょっとこう離れていらっしゃる。本当は近づきたいんだけれどもみたいなね、だからここがお相手の方の苦悩なわけですね。どうもやっぱこう今あなたとね、近い距離にいると感情を抑えられなくなってしまったり、ね、思ってもいないようなことを言ったりやったりね、してあなたを傷つけてしまったりね、する。そんな自分が今嫌なわけですね。嫌いなわけです。だからこそあなたを本当の意味で守るには近くにいるというか離れた方がいいんじゃないかということで、自ら距離を取っているんだけれども、本当の思いとしてはここですね。あなたからの気持ちも受け取りたいし、あなたに対しても気持ちを向けていきたい。で、豊かにしていきたいっていうのがね、まあ本当の思いとして、あるんじゃないかなと思います。ではですね、まあここまで、まあ本音とあなたへの思いをね、見させていただきましたが、最後ですね、お相手の方があなたとの今後をね、どういうふうに描いていらっしゃるのか、今後の展望について見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきましょう。こちらのカードが出ました。そうですね、出たカードが勝利の門っていうカードが出ているのと、あとはファーストライトっていうカードと、ナローパスウェイっていうカードですね。やっぱり、なんでしょうね。ちょっとね、こう、素直になれていないっていうのがあって、あなたとの距離を取っているっていうのがありましたけれども、じゃあこのままどんどん距離が開いていけばいいのかっていうと、やっぱそうではない。やっぱこうね、ここからの逆転であったりだとか、恋の成就っていうものを、目指していきたいというですね。まあそういったカードが出ております。
なのでお伝えしていくんですけれども、まずはこちらのカードから見ていきます。はい、勝利の門というカードになります。はい、まあ、勝利の門ということなので、まあ、あなたとの恋に勝利をもたらすというかね、あなたにこう打ち勝つとかそういうわけではもちろんなくて、まあ、これはね、内側と外側の、まあ、勝利ですね、成功をつかみたいということで、まず内側の勝利っていうと、今ね、こう自分のことがどんどん嫌いになっているわけですね。自己嫌悪に今陥っていらっしゃるっていうことだと思うんですけれども、まあ、その状況の中でね、またこう自信を取り戻すということですね。まあ、自分のことをこう愛せるようにね、まあ、好きになれるようになりたいというのが、まず一つ、まあ、内側の勝利ですね。成功になります。で、もう一つが、まあ、外側の成功というのは、あなたとの恋愛であるとか、まあ、人生という部分での、まあ、勝利、成功をですね、掴みたいっていうね、まあ、そういったカードになっているので、だから、まあ、あらゆる面でね、ちょっとこう、今、自分の弱さと向き合っていらっしゃったり、自分の弱さをね、克服しようとしていらっしゃる段階で、それをね、まずこう、内なる自分の弱さに、を乗り越えたり、克服することができたときに、あなたとの、まあ、いわば自分の外側の世界のね、勝利、成功をつかむことができるっていうふうに思っていらっしゃるので、やっぱりこのままね、あなたとの恋を、まあ、終えていきたいとかね、まあ、それこそ、なんでしょう、フェードアウトしていきたいとかね、そういうふうに思っていらっしゃるっていうわけではないと思います。で、次にこちらのカードを見ていきます。ナローパスウェイというカードで、狭い道っていうカードになっています。で、このカードのメッセージは、思慮深く行動しましょうというカードになっています。だから、考える前に行動するんじゃなくて、一つ一つの行動が、今ね、あなたを傷つける恐れもあったりだとか、なんかこうね、誤解を招く可能性も高いということなので、だから一つ一つの行動をちゃんと考えた上でね、行動に起こそうというふうに思っていらっしゃる。まあ、だからこれ以上、あなたとの関係を壊したくない。良くない方向に進めたくないっていう思いが、その慎重に考えていこうと、考えて行動していこうというね、思いを持っていらっしゃる。まあ自分でね、ちょっとこう、あなたとの恋の道をこう狭めてしまっているんだけれども、だからこそまた広げていくために、今はね、考えて行動を起こしていこうというですね、まあそういうふうに思っていらっしゃる。だからここからね、少しずつ、その、修復のね、道を辿っていきたいっていうのが、まあお相手の方の、まあ今後の展望なのかなと思います。で、最後、こちらのカードを見ていきます。はい。このカードですね、ファーストライトっていうカードなんですけども、まあ、意味としては夜明けっていう意味のカードなんですね。で、このカード、ビギニングアニューサイクルっていう、サイクルっていうね、メッセージが描かれているわけなんですけれども、新たなサイクルの始まりですっていうカードになっています。だから、やっぱりその、あなたとの関係を、ね、このまま、何でしょうね、こう、何もね、なく終わっていくんじゃなくて、もう一度新しいサイクルに入っていきたいと。ちょっとこう流れを変えたいというかね。夜が明けて、またこう日が昇る、すごいこう明るい状況にしていきたいということですね。だからこのままやっぱこう終わってしまうっていうのは、これサイクルが止まってしまうことですね。じゃなくて、またサイクルを始めていきたいということなので、もう一度やっぱこう環境を修復したり、立て直していってですね、こう充実していた時の状況にしていったり、まああとは自分を変えていくっていうことをして、新たなサイクルを始めていきたい。まあそういったね、思いを持っていらっしゃるということなので、まあこのまま終えるっていうことは、考えてはいらっしゃらないのかなと。むしろもう一度立て直していく。始めていくっていうことを考えていらっしゃると思います。はい。はい。では、最後、こちらの選択肢のカードを見ていきます。今回はこのスワン、スピリット、白鳥のね、スピリットのカードになります。このカードの持つメッセージが、タイムフォアディープダイブっていうカードで、まあ、奥まで探ってみましょうというカードになっています。これはですね、白鳥が、なんでしょうね、こうね、湖を、こう、ぷかぷかとね、こう、浮かんでいる姿っていうのはね、想像しやすいと思うんですが、実は白鳥っていうのはこの長い首を使ってね、この湖にズボーって首をね、こう突っ込んで獲物を取ったりもするので、だからね、奥までこう探ってみましょうというカードになっていて、今ね、なんかこう表面的なものだけを見てないで、もっともっとね、こう奥まで探ってほしいと。物事をね、奥まで探っていきましょうというカードになっています。だから、あなたも今ね、お相手の方が見せているサインとか態度とか行動というね、その表面的なものだけで何かを判断しているのかもしれません。だけど、そこでね、何かを捉えるんじゃなくて、もっと奥までね、
こう探って、なんでそんな態度を取るのかなっていうね、そういう奥まで探っていく、その過程があなたにね、この大切な学びであったり気づきをですね、まあもたらしたりだとか、今の事態を解決するヒントをね、まあ答えを得ることができたりもするので、もっとね奥までね、こう探っていくと、状況というのは良くなっていくと、いうカードになっていますので、これもね大切なメッセージとして受け取っていただけたらなと思います。はい、ということで、リーディングは以上なんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は人見知りの克服の仕方はっていうね、内容なんですけども、これね、直近で親戚のね、子に、人見知りってどうやって治るのというふうに聞かれたので、ちょっと今回書かせていただいたんですけれども、まあ、なかなかね、大人になると人見知りと言っていられない状況でもあったりもするのかなと思うんですが、ただね、やっぱ人見知りはなかなか治せないものでもあるのかなというふうに思いますし、まあ私自身もね、まあ人見知りではあるかなというふうに思っているんですが、まあただね、その人見知りということをあまりこう、気にしなくなったきっかけっていうのがあって、それはですね、人見知りだっていうふうにね、思っていた時というのは、なんかこう、自分からね、何でもかんでも話さなきゃいけないみたいな、間を埋めなきゃいけないみたいなね、そういうふうに思っていて、だからすごい会話がしんどかったんですね。だけれども、ある日ですね、その、話すだけが会話じゃないと、ね、人の話を聞くこともコミュニケーションだっていうふうに、まあ、ね、なんかこう、そこで、気づくことがあって、そこからは、なんかこう自分がバーッと話すんじゃなくて、その人の話を聞いたりだとか、なんかこう、会話を引き出すみたいなことをね、していくと、すごい会話が楽になったり、その方がむしろもう盛り上がったりもね、してですね、こういう風にしていけば会話っていうのは弾むんだとかね、あとは質問された側はそれだけ自分に興味を持ってくれているっていう風にね、感じるので、すごくコミュニケーションも楽しくなっていって、それからはですね、まあ、あまりこう、コミュニケーションというのに苦を感じなくなったということがあるので、まあ、一つこう自分の中で、まあ、完全に克服してなくても、だいぶこう、意識が変わったかなっていう風に思って、いるんですけれども、皆さんはその人見知りの克服の仕方、どういったものがあったでしょうか。ね、まさに今人見知りを克服していらっしゃ、したいというね方もいらっしゃると思うので、ぜひねそのコメント欄とかに何かあったら書いていただいて、情報をね共有していただきますと幸いです。はい、ということでこちらですね、スワン白鳥のカードもしくは C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。今回は2部構成の後半の動画になりますので、ぜひねまだ前半を見ていらっしゃらない方は前半の動画、このね、動画の1個前の動画になりますので、ぜひねそちらも見ていただけたらなと思います。はい、あとはですね、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。